はい、おはよう。ですね、絡みづらいというか、どうコメントしていいかわからないと言われるかもしれないけども、昨日の夜の最後にほら、まあ、コピーをアップしていったの、私小説の問題に関して、別に誰からも反響がないんですけど、まあね、確かにどう言っていいかわからないかもしれないけども、俺もね、それはね、よくわからないけれども、昔からまあ、それは悪玉視されているのだという、そういうことでした。俺はその理由はよくわかんないんだけどね。ビアリケマにまああと少し数分間だけ喋ると、まあだからまあそれはですね、だからまあ文学プロパーみたいな、あるいはその順次人たちね、小林亮とか中村光夫とか中島さんだけじゃなくて、まあ世の中に広く行き渡った、信念であるという、それはだから、まあ、文学なりなんないと直接関係ないような、まあ、岡田斗司夫とか花優さんとかでも、まあ、共有されている信念だから。ではその場合 の私小説とか小説とかいうものの内容に関する意見はないということで、いうことだよな。俺よくね、わかんないんだけど、まあ、それはまあ、ね。まあ、今こうやって僕はピアノを弾くということに関してもですね、何か物を書くということに関しても、自分は好きだからやっているという、ね、ことだと思うんですけれども。そのことと、まあ、社会性であるとか、あるいはそのね、まあ、いろんな昔から言われているようなことってのはどう関係するのかってのはよくわからないね。その中島武さんとか、彼が言ってた、まあ、丸山正夫が私小説に関する知って、まあ、批判的な意見を持っていたらしいということも、それはよくわからないです。なんか僕は小説は小説でしょというふうに思うし、それはだから、まあ、内容、まあ、逃亡奴隷とか、それで内容だけじゃなくて、まあ、文章とか構成まで含めて言えば、まあ、構成力とか、まあ、あるいはその、まあ、文芸文学だから、まあ、論文とかないかと同じじゃないとしても、ある種の論理的な骨格の有無ということなのかなというのも思ったりもするけれど、そうするとだからね、少し飛躍するようだけれども、まあ例えばそのクリアさんの日本のフリー写真に対する否定論とかもつながってくるわけで、要するに、まあ、論理がない、めちゃくちゃ言ってるだけだみたいな。そうすると、まあ、そのフリー写真的な前衛的なものと、その私小説みたいな、まあ、古いものっていうのは、全然関係ないのにいて、そういう、まあ、一体の論理性を備えた構成によって、文芸音楽を作りたいという人から見れば、同じようなものに見えてくるのかもしれない。でその場合に俺はだからまあね、そういうまあ構成とか論理性がない私小説とか、まあフリー日本流フリーではよくなくてね、ある種の論理的な骨格を備えたものだけはダメなのかどうかっていうのは、それは私は分からないということで、そうだもんな。そういうことで言えば、最近本を出して、彼のお母さんも本を出したという、80代、90代のお母さんも本を出したという、長澤さんという人が、Facebook にいるけど、彼が数日前に、漱石の名案を最後の小説をね、それを読んでいますみたいなことを書いていたんだけど、漱石に関してもですね、
それの一つの、まあ、近代主義的な読み方というのは、まあ、あのその最初はまあ余裕派小川原猫であるとか草枕から出発したけれども、ね、それからまあストレートに社会に対して怒りを表明する作品があって坊ちゃんとかなんとかでから、まあ、少しまあ リアルなというか深刻な小説を書き始めて道草で人生の深みに触れてで明暗で あるべき近代的な日本社会の姿を描いたみたいな、これがまああの近代主義的な創作の見方なんだけども、だけどまあそういうふうに目的論的に言って目的的にですね、まああの全近代的っていうか、まあ要するにまあね筋もないしな、いろんな話っていうかエピソードが積み重なってるだけに見える猫から、まあだんだんシリアスになってきて、最後は明暗で あるべき社会性を描いたみたいになるのかどうかってのはそれは分かんない。僕自身はその明暗っていうのはよくもちろん読んだことあると思うけど、よくなんか分からないイメージを結ばない作品ですよね。で漱石って時もいろいろあるけれども、僕自身が一番好きなのはやっぱり心ですね。それについてまあそれからかな。だから我が輩猫であるも昨日ごとでか読み返しつつあるけれどもね、冒頭部分はまあ誰でも面白いわけだけれども、まあ、俺が初めて読んだのは中学か高校の時やったの中学くらいだと思うけれどもね、実際に読もうとしてみるとまずあの文庫本にまで分厚いですよね。そのエピソードがまあいっぱい長い間連載されていっぱい積み重なっているから、とにかく長いから読み通すのが大変であるということ、ね、昔からそう思ってるもんね。まあ、それはだからどうせあの長期にわたって連載されたものは筋もないんだから、まあ適当にまあ好きなところから読み始めてですね、で結果的にまあ全体読むということでいいんだと思うんだけどもね。まあやっぱりまあ心は確かにまあ構成に飛躍が合うとは思うんですけれども、飛躍が合うというのはだから最後の先生の自殺説の記載は分からないし、手紙のあまりに長文形式ってもよく分からないということだけども、それからはやっぱりその大輔のいきなりですね、そのいわゆる高等遊民として暮らしている彼がですね、まあ、恋愛か何かでその実家と衝突して仕事を求めて町に出てたら何か知らないけど目に見えるものが赤い風車になって回っていたというのよく分からないラストになっているわけだけど、僕が好きなのはまあその2つでしょうかね。まあ、道草とかも好きですけれども。島田って言ったっけ、ジップっていうか、一応縁を切ったはずの父親。帽子、なんとか帽をかぶった男っていうのは、つきまとってくるっていう。世の中には簡単に勝つことはありゃしないんだよというふうにもあるという。最後なんだっけ、子供がないかがね、なんか生まれてくるけれども、なんか、その主人公はそういう意味で、まあ、見にくいなと感じるというそういった、まあね、だそうするとですね、近代的でないとかまああるべき近代ではないと言われるようなものがどういうものなのかってよく分からないというのは、一つはだからまあ私小説が歪んだ自然主義とか歪んだリアリズムだと言われる場合が、つまり作者の身辺作品だからという、そうなのかというかと思えば、それとそういう自然主義的なあるいはその変形の傾向とは違うような、漱石の初期のような余裕派的なものがまあ全近代的だと見られたり、あるいはその江戸下作の影響がある、まあね、ものがそう見られたりとか、尾崎紅葉とか、それから、まあ、あとは、まあ、一体近代的になろうとしたけれども、それをあの挫折したというか、やめた人たち、長い覚悟のような。つまり、まあ近代的な芸術家とか文学者じゃなくて、わざとその
下作者の位置に自分を低めるというタイプの人たち、ね、だすると大まかにそういうまあ4通りくらいのねあれがあるわけだけれども、それともそれぞれ違うわけだから、そうするとまあ所詮というかまあ文学とか小説の話ですし、まあ、あの近代とか あるべき近代とか言ってもよく分からないわけだけども、それを体現した作品というのを探してもですね、あんまりないということだし、僕自身もあんまり理解しないんだけれどもね、よく言われるのはその漱石の名案であるとか、あるいはその有島武雄のある女とかであるとか、だけどまあそういうのはまあ少ない。とは何でしょう、戦前だった後は何でしょうかね、中野重治とかでしょうかね、よくわかんないんだけどね。もう11分も話しちゃったけれども、まあ、文学ということで言えば、まあ、あのノーベル賞騒ぎで村上春樹が受賞するとか逃したとかいう話でさ、で、まあ、あのみんな好き勝手に騒いでるわけだけど、まあ、例えばその堀茂樹先生とか、あるいはその内坂教授さんであるとか、政治的な意見は違うけれども、まあ、そういうのは賞というのは空想だし、特に文学に関してそうだということは共通してるわけだけれども、堀先生がおっしゃってたのは、だからまあね、ノーベル文学賞は何だろうと、それ昔の、まあ、ドストエフスキーとかフローベル、そういったものに比べれば、そういった古典に比べれば、全然違うのは明らかであって、それは分かんないんだったら、まあ、文学なんか言ってもしょうがないんじゃないかみたいな、それある意味、正論なんですけどもね。つまり、クラシックだったらベートーベンとか、ジャズだったらパウエルとか、パーカーみたいな、それと、今いるものを比べてくださいみたいな、そういったまあ、無理な話であってさ、と思うんだけど、まあそういうことで何を言おうとしたのかといえばね、まあその中島武史さんと菅三十の日本という対談では、まあここ10年20年のまあ私小説的なものとして、まあ、いわゆる J 文学というものがまあやり玉に挙げられてるんです。僕は知らないんですけどね、ようなことないし、だけれども、まあ、それはだから、まあ、あの周りの中島さんの口ぶりっていうのはもうほとんどもうね、浅田明とかと同じなんだけども、要するになんか若いでしょ若いでしょみたいな、そういった共感の内輪の共感しかないみたいな、そういった、まあ、あの全然内容がない批判なんだけどさ、そうしますとだからそういったものとは違う、まあ、本格的なあるべき文学として想定されては何かということになるわけでさ、例えばドストエフスキーとかいうことは誰も思うわけだけど、ただ、まあ、ドストエフスキーに関してはいろいろと難しい問題もあるから、まあ、内容とかあるいはまあ、ね、表現とか、そういうまあ不穏なところもあるから、例えばですね、まあ戦前の誰だっけ、金子ミツアルとかだっけ、誰にしても、まあ、例えば、まあ、トルストイとかはまあ戦争的平和とかを基盤に挙げるところだけど、あとはまあフローベールとか、まあ、そうしますとなんか僕なんかももっと文学は勉強しないといけないなと思うわけだけどさ、まあ、確かにまあ自分で書いてみようとすると、そういうまあ小説で小説に何かでもある種の社会性を表現するのは難しいっていうか、というのはね、あの演劇っていうか戯曲はまた別かもしれないけれども、まあ多分まあ小説、まあ私小説とかあるいはその実験小説じゃなくて、まあ我々は普通小説といってイメージするような小説のことだけれどもはですね、詩とかまあポエムとかあるいはその随筆とは違うっていうか、それはだからまああのまあ詩と随筆は、まあ、違うけれども、まあ、作者なり誰かの思いなり感情なり何かを、まあ、一定の形式であるいはその考えても一定の形式で表すということだと思うんだけど、小説の場合はですね、まあ、人物造形によって複数の
作者とは明確に区別される人々を、まあ、一人称の小説であれば語り手とか、サラリー賞兼業者であれば語り手はいないわけだけれども、まあ、作者と違うだけじゃなくて、その相互に、まあ、これは違う人や違う人に分かるような形で何人かの人物を造形してそれを絡ませなければならないっていうのは、まあ、やろうとしたことがある人はね、全く分かるとは思うけど、それはなかなか難しいことだと思いますよ。だそれはね、俺はだからまあ昔からっていうか子供の頃からそういうことをやろうとしていてなかなかできてないんだけれども、一つはやっぱり社会経験とか、まあ人間洞察とかないかね、そういったものがないとまあできないのかなというふうにも思ったりもするし、ね、それからですね、まあ今申し上げたようなことっていうのは、まああのまあ、例えば、まあ、あの立派なというか、まあ、内容がある立派な文学ってそうではないものというか、ね、こう分ける基準にされていたりするわけだね、まあ、吉本隆明とかそれだけじゃなくて、まあ、文芸批評のとか、まあ、研究者とか、つまり、まあ、一人称の語りを設定する小説だったらまあね、まあ、そういう語り手と作者が違うものとして造形されていないとか、複数人物が明確に書き分け、あとはまあなんだ、で私小説とは何かということもいろんなあれがあるわけだけど、一つはその作者本人の状況とか環境とか人間関係とか生活を知らないとその作品を読めない、読んでも分からないし面白くないといったタイプの作品だという定義されるわけだけどもね。つまりそれはですね、その作者の身の回りのいろんなこと、ダイソーと知り合いで友達であるとか、これまでこういう経歴とか、そういったことと切り離された、自立したフィクションとしての作品世界がないという意味での私小説ね。つまりその作者は私、そういう小林秀夫はその私小説論で、個人の明瞭な顔立ちというふうに、でまあ、彼の表現ではそのプロレタリア文学が思想の力でその顔出しというものを抹殺したのだということだったけど、だけれどもそのプロレタリア文学が断されたり、またいわゆる文芸復興というのでね、少し前の文芸の大会が復活するということがあったけど、要するに別にそういうね、あの別にプロレタリアではないではないですね、昔の大会が復活してもよかったと思うけれども、そういうね、個人性個人の顔立ち、つまり、まあ、あのその作者の個人的な境遇とか、いろんな知り合い知り合いであるとか、あるいはその狭い分断の中の人間関係を知らなければ分からないし理解できないというタイプの、ね、ものと、そうではないものというのは知り分けた方がいいという、それはね、思想の力とか、あるいはその論理の力でそういったものを消去したとかなんかということではないと思うんですよね。政治の問題でも合うのかって、それは違うかもしれないですよね。だから、まあ、私小説とか言っても、あるいはその心境小説と呼ばれたりするけれども、その作者、それを書いた人はどういうとか、あるいはどういうと友達なのかとか、そういうことを知らないと分からないっていうのは、これはですね、もうほとんど、随筆とニアリーイコールですね、これね。その作者、誰かその作家がいて、その時に感じたこと、考えたことを、そのまんま書く。純粋に書くと。虚構とかないかを交えない。すると、それが、あの、虚偽がないから一番純粋な技術だみたいなことになるとすると、それはもうほとんどもう随筆に近いな。そう思いませんか。
まあそれからまた別の話だけれども、あれだもんね、昨日ほら話の、ま、枕にというか、ね、話し始めたあれなんでしたっけ、王様の首を切ったとか切らなかったってのはそれ難しいもんだよな。だから私は別にそういう近代社会に対する思い入れがないということだけども、まあ、つまりまあフランス革命とかキューティアン革命とかでは、まあ、文字通り王様の首を切ったというか、まあ、それによってまあね、もう絶対主義を打破して近代的なまあ政治体制が始まったわけですけれども、まあ、日本の場合は微妙だったということで、一つは徳川に対するまあペリーとか黒船とかいう外派だったと、それによるまあ下級の武士とかそういった人もいたけれども、まあ、基本的にはその統治層内部でのまあ内乱的な、内乱までいかないけど、それに近い、まあ、つまりまあ幕末のあれで砂漠となんとか、そしてだからまあそういう支配階級内部のあれで、明治から、江戸から明治に移り、そうしますと、まあ、王様、まあ、天皇の首はもちろん切ってないだけじゃなくて、まあ、将軍の首も切っていない、大政奉還という形で移行したのは、おそらく我々のそれに関する見方はいろいろとあるだろうけども、おそらく客観的に見て悪いことはなかっただろうというか、まあ、そういうふうにならずにですね、あそこで徳川慶喜が大政奉還しなくて本格的な内戦に突入していたら、それこそですね、英米とまあフランスとかその他のまあ思惑ということで、まあ、もう少しまあ植民地的なっていうか、もう少し外国の干渉が多い近代になっていたろうというのを思いますけどね。だそれはまあ大政奉還によって、あとはまあ勝海舟とか、その当時の勝海舟とあれした西郷隆盛とか、そういった人々の努力によって、そういったまあ本格的な内戦はまあ回避されたということで、他方それによって天皇の首はもちろん、まあ将軍の首も切っていないという、そういう形でのまあ政権移行というか体制、レジームの移行になったということ。それからまあもう一つはその1945年にもですね、そう同じようなことだけれども、まあまあ、戦犯として、まあ、東条英機とか何かはあれだけれども、ね、まあ、天皇の責任、まあ、もちろん処刑はされないだけじゃなくて、まあ、退位もしなかったという、まあ、それはマッカーサーとのまあ関係もあったりということで、おそらくそのことが、まあ、戦後の日本を、まあ、規定しているというのは、別にまあ共産党的なまあ反米愛国しかでなくても、多くの人は誰も普通に常識的にそう思うんじゃないかと思うけど、まあ、つまりまあまあ敗戦と占領と、そう占領軍 GHQ 主体によるまあいろんな改革と、それから逆コースという、そうしてまあ55年体制の確立、それからまあ数十年、まあ半世紀くらい以上、そしてそのがまあもう機能不全に、まあ、世界情勢もまあ冷戦が終わったりとかいろいろとあるから機能不全になったということですよね。まあ、私はまあそういうふうに基本的に思ってるわけなんですけど、それに関してはまあその戦後に関してはその白井君のまあ永続敗戦論とかいろんなものがありますから、まあ、少しはまあ見たりとかもしているわけだけれども、まあ、一つはまあ白井君、まあ、思想的内戦状況となんか言ってたけども、まあ、難しいっていうな、うん、それは左派リベラルの中にまあある意味ではまあ保守的な色彩も濃厚である、
他方料理部とかないか、そういうのはどうなのかみたいなね。昔の革命派みたいな人がそういうものになることも多いわけですよ。なぜならば、規制の体制をぶっ壊すからということですよ、ね。同じ規制でも、その規制の字が違うわけでも、いろんな法規制とか、さまざまな慣習を、市場というかマーケットの論理で解体するから、それが革命的なのだという、そういった理解を得た方がいいですよね。他方で、むしろ共産党、社民党、それに限らず、左翼とか左派リベラルの人が、むしろ今あるコミュニティとか、あるいはその、いいもの、伝統を守りたいという意味で、保守的な相貌を見せることがある、あるだけじゃなくて、それが多いのは、60年安保の頃から、すでに共産党は反米愛国路線ですよね。それに対して、いや、日本は政治的軍事的に復活しているのだという、日本の帝国主義がということを言ってたのは全学連とか文通、新政府の流れですね。そしてそれは客観的な社会情勢によって決まるから、別にその政治的にか党派的に共産党が正しいか新政府が正しいかということはないんですけれど、それはもちろんアメリカの力と、復活しだしたら日本の政治力、経済力、軍事力は自衛隊ですけれども、というものは両方その程度問題で、それこそ相対的にそのバランスを見なければ、それ両方あるはずだからね。どっちかを取ってどっちかを軽視すると、多分極端な、多分現実とはかけ離れた認識になってしまうと思いますよ。そうしてですね、おそらくその1960年の時点の、反米愛国路線というか、対米追従、アメリカ言いなりでの、安保改定なのか、日本の、正式軍事的復活の自己主張なのかというのは、最近ではこの人は、サーとかリベラル、左側に分類されているけども、孫崎受けるの、岸信介政局評価ってその流れだもんな。そうして60年の時点はですね、そういうアメリカのイニシアチブなのか、日本の独自のあれなのかっていうのは、政治的な情勢分析っていう話だったんだけれども、60年代、70年代にはそれが倫理的にというか、準化されて、いわゆる日帝本国人の帝国主義とかナショナリズムへの強い批判となって現れて、それの一番過激なというか極端な表現が東アジア反日武装戦争狼であるということだけど、でそしてそれは当時70年代60年代70年代から日本の外資企業とかいろんなものがもちろんアジア東南アジアとなんかを軍事的にですね侵略していたわけではありませんよね。だけど、いわゆる当時言われていたのは経済侵略だということで、つまり企業が進出して、現地で展開することが経済的な侵略なのだ、あるいは経済侵略、文化侵略なのだという文脈です。だから当時、だから高度成長、日本人というのは、エコノミックアニマルと言われて、エコノミックアニマルということは、政治とか軍事ということは、とりあえず括弧に入れて、文化も分からないけども、とりあえずその企業が進出して儲けますよということで、でそれが見方によっては経済侵略だし、で日本人の内部にもそういう東アジア反日武装戦争のように、それに対して強い批判を持つ人が現れてきたというのが、60年代か70年代の風景ですね。で、その東アジア反日武装戦争の狼は、こいつは良くないといった企業に爆弾を送りつけて、でその爆弾で人を殺したり、その爆弾ですか大怪我をさせたりとかいうことです。で、刑務所に入っても死刑になったり無期懲役とかいうことだけど、で、それはもちろん間違っていたけれども、そういう問題提起は重要だったというのが、例えば小倉利昌さんの意見とか、それは継承されているわけだけれども、だそれ今日まであるわけだけれども、あるけれども、もう今その日帝本国人とか欠席論、血の責任欠席論に近いものというのは、ほとんどもう反差別とか、そういった
帝国主義点が加害に対する有意味な政治的批判というよりかはほとんどもうね義がのようになってしまっているということでしょうね。それからね、俺が最近読んでよくわかんないのは、まあ、さっきも冒頭ぐらいにも言ったあの千坂教授さんっていう、まあ、割と年長の、まあ、もうかなりも年寄りだと思うけど、まあ、いわゆる自称ファシストの元アナーキストの人だけども、彼は言うのはその全教徒、高校全教徒の中の、まあまあ、大学生以上の全教徒と高校全教徒で、彼はまあ高校全教徒かなかったんだけどさ、まああの要するにまあ理論っていうか、まあ論理的なものと現状認識的なものというのはとりあえず彼は分けてですね、で後者はまあ保守化というか、まあ社民化するんじゃないかと、で前者はまあそういうまあ千坂さんの言い方はラリカリズムを持続するんじゃないかということで、でそういう意味で、まあ、あのいわゆるまあ、ね、社会民主主義的なものとそれよりももう少し革命的といっても、千坂さんは、まあ、いわゆる自称ファシストだしね、なんだけど臆病するわけだけども、そうすると最近だから、まあ、ちょっと2チャンネルとも論争してしまったけれどもさ、ね、ほんの少し、まあ、再分配を改善改良するという意味でのまあね、つまり今の大枠の制度の中での自由主義とか新自由主義ではなくて社会民主主義にとか福祉国家に少し近づいた方向ということと、そういった枠組み自体を転覆したいというものは違うんじゃないかということになってきた。で後者はそのいわゆる共産主義であるアナーキズムであるあるいはそのファシズムであり右側のねであるどっちであれ、まあまあ、いわゆるまあ革命的なものなんだけれども、そうは言ってもそれがまあ内緒革命ですから、そういったものの現実性はあんまりないというのを思えるということです。そしてだからまあでもそれはまあほとんどもう自己到着になっているけれども、現実性とかいうことをやり始めたらまあそれはまあ改良主義になるしかないということですよね。だってまあそれしかないんだもんね、まあ、つまりまあ制度を少しまあ法律とかを少しまあ良くして再分配を少し改善して、ね、で弱者とかまあ困窮者に手厚く、うん、でその再分配でも格差を縮小する、それから、まあ、あの法律とか制度とか何かでもまあ、ねまあ、不平等があったら、例えば 今の一つの今の、まあ、どう言えばいいんですか、まあ、へさよ論断というか今の話題になっていることを一つ言えば、まあ、婚姻とか何かにパートナーシップにおいて今の男女の法律婚とそれ以外男女の事実婚とかあるいはそのマイノリティの同性婚その他っていうのは違いがある差別がありますねっていうことに関してそういった格差とか、まあ、不平等を縮小していく制度的に、まあ、そういう意味での、まあ、改良主義というか、まあ、社民的な路線しか、まあ、あのとりあえずできそうなことということはないのであって、だから、まあ、あのそれ以上のというのは何がありますかということですよね。もう少しですね、その王様の首を切る気はないということに戻ると、私はだからまあそれ自体はまあしょうもなかったとは思うけど、まあ、ラムから出発したわけで、そうしますとですね、基本的な考えとして王様の首を切るっていうのは市民革命、ブルジョア革命なのだということで、でも20世紀のまあ社会主義革命もまあロシア革命、中国革命とまあ暴力革命だったけれども、それはいわゆるまあこう発展途上国だったからそれが可能だったんだって、まあ、例えばまあ19世紀終わりか20世紀にであってもイギリスとか、ね、そういったまあ資本主義が高度に発達した社会だったら、まあそういったまあ街頭で放棄して実力で政権に対して革命というのはできないんじゃないかという、ね、そういう根本的な問題意識があるわけだけれども、それ今でもあるんだけどさ、そうしますとね、王様の首を切る気がないということだと、まあ、まあ、いきなりその王様、誰か知らないけども、天皇なのか、それはあるいは総理大臣なのか、誰なのか知りませんけども、いきなり反逆して、首を切るという形では、うん、よくわかんないけども、それはもうほとんどもう、テロに等しいんじゃないかな。そうじゃないですか。大体今の、まあ、平成天皇は、まあ、まあ、天皇であるけれども、リベラル寄りだとも言われてますよね。だからそうしますと、その王様の首を切る気がないって何なのかということになってくるよね。
むしろあの安倍さんとかあるいはその財界とかいうことになってくるけど、それは別にあの王様じゃないし、そういった経済的な構造的なものっていうのは別にね、あの王様とか絶対君主とか独裁者とかいうことではないし、そうするとね、だからあの今安倍さんがやろうとしている改憲素案、まあ、人権をあれするとか基本的人権とか立憲主義とかをまあ削除するとか交代させるということで、まあ、救助に限らず、まあ、とんでもないという意見があるわけだけれども、ね、だけどこれに関する見方というのも一般の多くの人は、まあ、僕もそうなんだけども、多くの人はまあこれをまあ極端な復興主義と見る、まあ、全近代の対抗と見るわけですよね。だって立憲主義とかないから、それ近代の建前だから、そういったものをまあ否定するとか緩和するとか、人権にしてもですよね。それはもう明らかなまあ近代国家からの撤退だから、ね、と思うわけだけどもね。それ一つはそうですよ。だけどもう一つの別の資格というのは、まあ、あのそういうまああの全近代的なその絶対主義というものではなくて、あのむしろ新自由主義に相続した体制、リジウムなんじゃないかという内田達とか、白井君とか、そういった 見方でさ。まあ、それはだから、まああの、そこにおいては絶対的な政治的な国家主権とかいうものも、資本とか何かの都合で、だつまり企業が一番活動しやすい国を目指しますみたいな、そういったまあ安倍とか竹中的な。そう言いますとね、これはあの装い、だから人権を危機を撤廃するとか、あの人権撤廃する、立憲主義をどうのこうのというふうに言うと、ものすごい復興主義、めちゃくちゃな復興主義に見えるわけですけど、実はそういうような気がするけど、また方ではそういう新自由主義的な仕組みもあるんじゃないかということで、そうして昔からですね、そういうまあ復興主義的な、あるいはその、乱世的な政治と復興主義な、新自由主義的な経済政策って、昔から仲良しだからな、政治的なまあリベラリズムとか、個人の自由とか、充実のものと、そういったまあ経済政策ってあまり仲良しじゃないからね。昔からそうだったのは別にその知事とかラテンアメリカのまあシカゴボーイズ70年代80年代のねとか内外だけじゃなくてね、そういうショックとか。だからね、あのリベラリズムで、新自由主義をね否定できないとかできるとかいう話にしても、まあ、おそらくまあ自由そのものにしても、そのリベラリズムにしてもですね、まあ、おそらくその政治的自由主義、リベラリズムと経済的自由主義をとりあえずは分けて区別しないと、そうするとまあごっちゃになってしまいますよということで、後者に関してはその市場が全て調節するということと、まあ、その経済活動のさまざまな主体、アクターというと、まあ、個人だったり消費者とか、あるいはその企業とかに最大限の自由を保障する、経済活動の自由を保障するという意味での経済的自由主義と、まあ、政治的な人権であるとか、あるいはその自己、まあ、他人に害をなして、あるいはその公共福祉に反しない限りで、個人の自由な選択を最大限認める政治的な自由主義って分けないとですね、そういうさっきの矛盾みたいな矛盾、一見矛盾と見えるもの、つまり、まあ、まあ、個人から人権とか、何か自由ですか、その割合取り上げる的な方向なのに、経済的にはもう少しネオリベ的な新自由主義として相続的であるというのは、そういった矛盾みたいなかなり理解できないと思いますよね。そうじゃありませんかね。まあそしてまああの僕はあまりまあ極端な信念とか極端な見方はあまりしたくないということで、だからまあ、まあ、割合慎重に見たんだけどさ、ね、というのは別にそういうまあうちらタトゥーにしても白井君にしてもそういう見方でいきなり賛同しても別にそれは構わないと思うんですけれども、昔の何にしてもですね、まあ、例えばそういう世界的な情勢、世界情勢とか国内情勢についてこうなんだっていう見方を提示する意見っていうのは、まあ、特に騒ぎにおいてあったわけだけれども、どうだったのかっていうかね、あんまり妥当じゃなかったみたいなじゃないかみたいなものいっぱいあるわけだから、うん、赤軍派とかその世界革命論のバックボーンになった一つの、まあ、岩田博の世界情勢論とか世界資本主義論とか、今だって塩見拓也さんは同じようなことをやってるわけだけれども、で彼の塩見さんの分析を読んでなるほどと思うかといえば全然思わないし、だその国際的なものすごい流れとかアメリカの陰謀だとか、いやその政府のとかいうのは、まあ、
まあそういう思うのは自由だけど、俺は慎重に考えた方が妄想の自由なくていいんじゃないかね。まあつまり我々が得ている情報とか知っている知識の範囲内でどこまでまあそういうことを仮説的に言えるのかというふうに考えておいた方が間違い少ないと思いますよ。まあ間違いは少なければいいのかという人はまず別問題ですね。そしてですね、もう一回その、王様の首を切る気はないということと、まあ、市民革命、文書革命と、それ以降の20世紀以降のということと、で、まあ、ナムとかその周辺に戻りますとですね、王様の首を切る、暴力革命、機動戦、放棄、街頭での。で、ないとすれば手段ってあまりないわけで、大体まあ、あと2つか3つしかないわけですよね。1つはまあ、選挙で多数を取るという。ことで、それはまあ教団とは変わり前に、まあ、不破さんの行為ですか、転換したけど、議会での多数を得ての革命。だけど、実際なかなかね、有権者にあんまり左右って支持されてないから、難しいわけではあるけれども、もう一つはその、まあ、ナムがやろうとして失敗したような、経済的なアソシエーションを広げるということだけども、これだってね、今の企業の多くって、いわゆる株式会社ですよね。でも今、その新自由主義、グローバリゼーションの中で、国際的な中にも、マネーとか資本の中にもなっているわけだけれども、そういう中で、協力組合的な、比較的その意思決定が民主的な、その協力組合企業内部でも、あるいはその消費者との関係でも、平等で民主的な企業的なものっていうのを、どんどん広げていって、その経済生活の中で、そのパーセンテージを多数にしていくと、これもなかなか厳しいことだな。だって、自分一人が商店、自営の商店とか、あるいはその小さな企業、住所を利用者を立ち上げて、いい数だけでもものすごく大変なのにね。どうやってこう店やっていくの結構なこと大変だけどさ、そういう自分が店とか企業、企業って個人企業にね、世の大変なのに、協力な企業、しかもそういう人じゃなくてそれ増やしたいとか言ってもね、難しいのは誰にも分かるな。そういうその2つしかないんだけども、その後者の編集としては、俺も最近読んだけど、宮崎学の法と掟とみたいな個別社会をの自立性とか自治を取り戻すべきだという意見な。大体この3つしかないんだけどさ、その後者の2つに関してはよくナムもその一環だけども、アソシエーションと言われたけど、そのアソシエーションという言葉が多義的だから、フランスはアソシエーションだけども、それはだから共同組合とかいうようなそういう経済的意味だけじゃなくて、コミュニティにかなり近い意味もあったから、そういった文化的なというか人々の生活面ではそういうコミュニティ的なものである、個別社会、宮崎南部の言い方だとことはあったからということもあるけれどもね。だけどその宮崎の認識というのもかなり図式的ですよ。図式的だというのは、国民国家、主権国家のプレザンスが後退して、国家の以上のもの、国家の枠組みを超えたもの、つまりその彼、すごい彼言ってるのは EU とかないか、そういうものだからね。国家以上のもの、国家を超えたものと、そうじゃない、個別社会、国家以下の。それの重要性とか意義がますます増しているという認識なんだけど、これあまりにも平坦じゃありませんかね。そんなこと言っても、じゃあそういうどういう個別社会かとか言うと、山口みなとか近代役で皇帝論とかいうことになってくるとすると、なんだそれみたいなね。あとはその、もう一つ宮崎で読んだのは何、橋本徹とブラック問題、ブラック差別という、もう一つ誰かの名前を忘れて、二人の対談だけども、そこにおいてやっぱりブラック、差別ブラックとか、童話地区というのは、そういう個別社会であるわけですよ。で、宮崎も言ってるけれども、そういう差別されてきたそういうコミュニティない地域、コミュニティない何っていうのは、それ以外のものよりも、そういう個別社会的なその社会性というか、そういったものを持ってるんだみたいな、俺たちの掟みたいな、俺たちの社会はこうだみたいな、持ってるんだっていうことだけどもね。そうやってだけど、仮にその差別が解消されていく方向だったら、そういう個別社会性も解体されていくんじゃないかと思うし、ただ、宮崎学が言ってることで重要だと思ったのは、いや、俺は違うんだけど、てか俺はそこまで文学と現実を重ね合わせないけれども、よくいるタイプとして、中見賢治とかワイルドクシーって、その路地のイメージで、ブロック問題を語ってしまうっていう、すごくね、
まぬけないとこ多いわけだけども、そうすると別にその現実のまあ熊野とかまああの被差別部落っていうのは全然ロジとか中身とかそういったものは全然違いますよということになってきて、全く見当外れなことになってくるということで、例えばその中身が言ったあのいや違うんだから、それつまり彼が人権派に対して憤って言ったような違うんだと、部落というのはもっとあの深いんだみたいな、そういった時それだけ取り上げると深いから素晴らしいんだみたいなね、そういうことになってしまいがちらしい、まあ、それいわゆるまあごく言葉の凡庸な意味でのまあルマン主義だけれども、だけどまあもうすごくまあ頭がいいはず の、 まああのエリートというかまあ文学文芸系の批評的な人々が、まあ、中身という作家は素晴らしいからそちらの方に寄せられてしまって、でそうしますとですね、うん、差別とかいうのももうほとんど分からなくなってくるというか、いや部落は違うんだもっと深いんだとか言ったら何でもについてもそれはもっと深いだろう、別に何でもいいですよ、セクシャルマイノリティとか、そういう世界ももっと深いんだ、東郷圏を見ろとか、でも東郷圏は深いのかっていうね、深いのかどうかっていうね、それは何でもそういうこと言えますから、そうして別にその昔もう特に去年くらいに死んだ東北県だけじゃなくても、あの今現在のマイノリティにしてもね、それ今存在する人はね、確かに宮崎が言うようにまあ差別と偏見があればあるだけ、それはそういう人たちの中でのまあ個別社会的な掟とか結びつきはあるだろうとは思うけど、まあそれは俺はあんまりほらあんまり街に出ていかないけど、ツイッターとか見ても見てごらん、そうしますとまあ差別されたり、まあ、あの社会的に、まあ、圧力を受けているセクシャルマイノリティとか、あるいはその何でも他にもいいけども、まあ、あの貧乏とか精神病気とか、何でもいいけども、そういう人たちの濃密な共同性、それと相続的な、まあ、あの逆説的だけども、強烈な、まあ、排除の論理というものが見えてくるわけですよね。見えませんかね、それはね、見てると。でこんなことを俺も、まあ、僕も、まあ、当事者性を変えた、まあ、第三者的な観察者とか傍観者として言ってて申し訳ないけど、まあ、それは俺は見てすごく感じますよ。なすまいないでもいいけれども、自分はセクシャルマイノリティであるとか、ね、なんであるとか、まあ、よく最近よく会うのは、まあ、発達障害ですとか、みたいな。で、もうすごくまあ社会的にマイナスとか不利なポジションになりますみたいな人たちが、まあ、共感し合って、まあ、連帯というか結びつきを作るんだけれども、それがものすごい排除とか、何かむき出しする場合って非常に多いですよ、ね、だそれは個別社会が差別されている側に強いというのはそういうことですもんね。だそれは昔 の、まあ、あの東郷圏とか昔の部落とかではなくて 今でも観察可能なことですよね。だそういうところからあの、まあ、形式的な法律とは違う掟、個別社会の掟、ルールの良し悪しというものをそこから見なければまずいよね。そのルールの中には理不尽なものもあるだろうし、ね、だから個別社会の、まあ、信頼とか何かによる結びつきが強ければ強いだけ、まあ、それに違反するやつは排除するみたいな、ね、それこそ、まあ、そういう意味では嫌いな村社会的な論理も当たるかもしれないしな。だからそうしますと、だからその個別社会が強いとか、法律ではなく掟だとかいうことも、まあ、それは両義的だし、それはまあ、とんでもない排除も含むんだという、そういったことを見なければまずいでしょう。そう思わないか。俺は思うけどな。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォThank you.
ょっとまあまああのちょっとというかまあ後半雑になってしまったから、ね、今は明かり読めてるわけで、この人サニーサイドストリートで、なんか今日もう雑白にいろいろと話してますけれども、まあなんだっけ、私小説の話から始まって、なんだっけ、王様の首を切る気はないとかなんとか、それからあの個別社会っていうか、まあ、差別のこととかいろいろと、まあいろんなことにまあねあの話が言っておりますけれども、最近っていうか、まあ、あの数日前、遠藤周作のですね、怪奇小説集っていうのを読んだんだけど、まあ、それはですね、一般的にはその私小説にはね、分類されないような気がするけれども、でもね、でもですね、私小説的だと思ったけれど。というのは、それは遠藤周作、人間関係とかその分断的な内容を知らないとね、よくわからないものになっているかということで、例えばその彼が吉行淳之介とかその三浦志門とか何か知り合いだとかなんとか、そういったまあ人間関係そのまま出てくるから、ね、なんかそういうまあ一種の分断というか、まああのね、コミュニティのある種の内情とか内実、これはこうなんだよということがね、あのわからないとですね、わからないという意味で、まあ、それは確かに、だからまあ、まあ、日本の文芸評価言うなみたいな、私小説のものは確かにあるんだと思うけど、だけどまあ、それはそう思う、それはちょっと思うのは、だからまあ、そういうまあ分断とか、まあそういう、遠藤周作の場合、いわゆるその第三の新人とその周辺だけれども、そういった分断的なものは希薄になって、もともとないという状況になって、でもですね、その中島武史が言うような、まあ、あのうんうんそうだよねみたいな、そういう共感の共同体によって成り立つ私小説的なものっていうのは、どこにその成立のしようがあるんだろうかっていうね。だってまああの、まあ、仮になんかそういう私小説的なうんうんそうだよねっていうものを肯定するとしても否定するとしても、一種のまああのいろんなことが、まあ、膨大にまあ了解された、まあ、コミュニティというか、分断的な、分断じゃないかもしれないけど、なんかコミュニティがないとそれは成立しないからね。だって、あの、別に特に深く説明しなくても、うんうん、そうだよね。それはその通りだよっていうことで分かってもらえる共同体っていうのが、分かってもらえるとすれば、ね、例えばその、遠藤周作が吉行淳之介と三浦志門とか、そういう人と知り合いになるとか、で、みんな友達になるとか、そういったことがなければ、そういった場とかコミュニティがなければ、実体的なコミュニティがなければですね、そういった共感の共同体もないも成立しようがないから。じゃあそういったか、僕は税文学読んでない人がどういう作家に入るのかも知らないんだけど、だ最近誰だっけ、伊藤なんとか、何だっけ、女性作家何か言ってない、伊藤、何だっけ、なんて伊藤じゃなくて何だっけ、何人か言ったじゃん、柏原真希、ヘブンの川上恵美子、あれか、それから誰だっけ、そうそううつ病の人誰だっけ、
忘れたけど、その3人かとは。そういうの読んでるけども、確かにね、例えばある時期からの小乗り子とかないかと比べると、そういった実験性、実験集ってあまり感じないと思うけどね。だけど、自衛文学って別物なのか知らないけど、まあ、もっと男性いろいろいるじゃん。塩名正彦以降にいろいろいるじゃないですか。ね、だけど、まあ、そういうこと言われてもわからないから、その中島さんもですね、その自衛文学が、私小説そのものだとか言うんだったら、その自衛文学には誰が入るのかみたいなことから、まあ、話をしてですね。で、その作家ごとに、まあ、あるいはその作品ごとに、個別に言ってもらわないと、そういう大雑把なこと言われてもわからないとかね。文芸誌とか読む、定期的に読む習慣もないからさ。そうすると今だからその J 文学なるものが流行ってて、私小説そのものだとか言われても、それ僕分かんないとか言わないから。まあそもそもその J 文学、何が流行るんですかっていうことから始まらないといけないし。だからまあ、それは、さっき申し上げたのその若い人が僕と同じか、あるいはそのさらにも年下のような、まあ、女性の作家、島田雅彦が、まあ、分断のモーニング娘。とかなんか、糸山だっけ、糸山なんとかだっけ、結構いい作品が多かったけど、彼女は。うん、だからまあよく分からないけれど、まあそういうよく分からない言語実験とかないか、そういったものをしないで、まあある意味で、まあ素朴にじゃないかもしれないけど、まあね、そんな実験集も間違いないで書くとですね、書に湧いちゃうのかな、よくわかんないんだけどね。そういうことでですね、こういう話もまあもうお決まりというか、まあ僕だってまあそういう話の引き出しって多くないから、まあいつもまあこういう話のことばっかり言ってるわけだけどもね、小説じゃなくて、まあ短歌だったり、いわゆるその生活絵とか、そういったもののことも思い出すわけだけども、それはまあ基本的には、まあね、小説家みたいな、その職業的なあれとか、有名とかいうことなくても、その辺のまあ生活者がまあ日常生活をよく読んでるだけという、そういったものだけどもね。まあ、あとは、小説家の生活する言い方とか、今の最近のブログとか、インターネットのいろんなものとか、もう考えるわけだけどな。話を広げすぎてもあれだから、まあ、短歌のことだけ言うとね、特に、まあ、戦前もあれだけれども、まあ、特にまあ戦後に、まあ、塚本邦夫とか、まあ、寺山とかそういった実験的な傾向の短歌があるとすると、そうじゃなくて、そういったまあ職業歌手、職業っていうのはそれだけで食ってないだろうけども、そういった全体的な実験表現も含む、な単にその日常の写生とか自分の感情を取るとか、いうことにとどまらない短歌と、まあ、多くはまあ、無名のまあ庶民とか生活者が自分の生活時間を たった生活というものがあったわけですよね。ね、そういうものとまあ私小説的な、まあ、共感のっていうのは分かんないけどね、どうなのかっていうのは。ただまあそれをまあ無理やり話をつなげて言えばですね、まあ単語をですね、クラージュというか切り張りしたような、まあ、本当に実験的な実験単価、前衛単価だったら、それはまあ感情移入とかいう問題じゃないし、その作者を知っているかどうかということはないんだけれども、逆にその生活的なものからできた、まあ、生活やそれにかけるまあ写生とかリアリズム的なものだったら、ないしの、まあ、俳句もそうだけど単価短いから31文字みそ一文字ですから、まあ、省略表現が多分に含まれているわけで、その当時の作者の状況とか前期がある程度知らなければですね、その歌一種の意味が読み解けないという場合もたくさんあるわけですよね。まあ、その一つの例として、まあ、これは彼は前衛歌人だけれども、その塚本邦夫が
講談社学術文庫にいっぱい3冊くらい出している斎藤無吉の短歌の注釈、無吉集かなんとか改めなんとか釈そういったものを見ればいいけども、まあよくもまあ一種の短歌にそこまで詳細分析できるものだって思うからにあれこれ読んでるけれども、ね、ということは、まあ、これも塚本は前衛歌人だけれども、そういうあれまあ、斎藤無吉とかそういうのも好きだったんだよということだしね、もうすぐ研究してるということだし、そうするとね、まあ、前衛か写生リアリズムかみたいな、そういった対立も実はあまり意味がないんだって、もし本格的に合わない場所は両方してないとまずいということですね。それはだから、まあ、明治以前も和歌の連ってあるわけだけど、とりあえず明治以降の話を限れば、その松岡四季がいて、それと全く対立の流れ、別の流れとして、良さの鉄管がいて、で、まあ、鉄管と四季の対立というところに収まらない独自の個性として、まあ、良さの秋がいて、それからいろんな短歌いるけれども、まあ、それから少し時代が下って、斎藤無吉がいて、まあ、戦中くらいもな、それから戦後があってということだけれども、そういったものの、まあ、明治に戻ると、まあ、明治ですから、もちろん実験とか、コラージュとか、そういうのないわけだけれども。だそうすると、その当時の対立っていうのは、四季的な、写生と、鉄管、明星のようなロマン主義の対立だったというわけ。で、まあ、大正昭和となって、戦後。戦後ということです。で、まあ、四季と鉄管っていうのは個人的には友達だったけれども、だけど、まあ、四季はまあこういう不満を、ね、当時 の, その雑誌とかジャーナリズムとか文芸文壇っていうのは、まあ、四季と鉄管をまあ並べ称したわけだけれどもね、もう、まあ、僕たちか、まあ、俺たちはまあ個人的には友達だけれども、だけど、まあ、文学的には短歌としては、まあ、四季を取れば鉄管は捨てるべき、鉄管を取れば四季は捨てるべきと、そういった間柄ですよと、そういうのはそういう緊張関係を見ない、相場な的な雑誌のあれというのは取り上げてどうなのかということを言ってますけど、四季はね、だそのくらい、まあ、だから、まあ、当時 の,、まあ、写実主義というか四季とロマン主義、鉄管の、まあ、文芸上の対立ね、人格的なあれじゃないですよ、だって人格的な友達だったから、文芸上の対立は根深かったわけですもんね。それは今日まで続くと言っているかどうか知りませんけれど、まあ、そういったことだし、まあ、あるいはそこで難しいのは、良さの秋子、ね、まず良さの秋子は歌の数があまりにも膨大であるということと、初期の何だっけ、見られ髪、難解な表現が多い、一読しても分からない、一読してもじゃない、何回読んでも分からないものが多いし、しかもそれは若い頃に彼女は書いたけれども、後年自分で読み返しても意味が分からなかったらしいっていう、ね、そういったものとかね、だからそれはですね、さっき申し上げたその日常生活の生活例とか、その作者の生活実感とか、写生日常生活とか、なんか、その電気を参照したら分かるといった、そういった類のものでもなくて、あるいはその実験、なんか実験的な意図から知的に考察されたものでもなくて、とにかくよく分からない言葉の連れであるというのこともあるかもしれないな。だそういったものというのは、まあ、特に、まあ、よその秋子でも、後年のより成熟した短歌じゃなくて、その初期の見られ紙だけれどもね、とかいうものはまた別個に見なければいけないしね。だ最近、まあ、文学といっても、まあ、特に、まあ、評論とか批評とかなんかに興味がある人というのは、大体、まあ、知的だし、まあ、左翼気味というか、まあ、だから、ロマン主義というのは最初から悪いものを同じに決めてかかる傾向があるけれども、ね。まあ、確かに、まあ、四季と鉄管を比べたら、その鉄管は政治的にも文芸表現としてもいろいろ問題あったかもしれないけれども。だけどね、良さの秋子ということを置いてみると、問題はより複雑になって難しくなりますよ。ね、それ、情念とか感情、明星、見られ神、ロマン主義。まあ、そういう文芸から、まあ、政治とか社会に関しても、君しみ死にたまうことなかれの、身体死、身体、死の形式の、反戦という、まあ、沿線思想、それがだけど、その彼女が、まあ、太平洋戦争に関しては、まあ、参与を示しているという難しい問題、それから、まあ、戦前の、まあ、まあ、
女性解放的な流れの中での、まあ、政党がないか、政党じゃなかった、忘れたけども、そこにおける、まあ、母性論争だっけ、母性保護論争だっけ、平塚会長がいて、安田明子がいて、山川菊江がいて、高森栄一が関わってなかったかもしれないけど、そういった戦前の文脈、そこにおいてもですね、よくある、まあ、割引主義は、山川清が全部正しいと思うんだけども、そんなことはないはずだって。別にブージョア的、まあ、プチブージョア的だろうと、あるいはその女性本質主義的だろうとですね、それ当時の時はそういうのに意義があったはずなんだって、代であってもですね。だからそれはロマン主義だとかね、まあ、後年戦争を肯定してないかといろいろ言ってもですね、母性とか女性っていうのは本質的な幻想とかなんか言ってもですね、それは当時のそういうのに意義があったはずであって。そういう文脈で流れ取られなければ、それからまあ君死にた方が流れにしてもですね、まあああいうまあ素朴といえば素朴な、そしてまああの冒頭のまあレトリカの言い方が分かるように、まあ町人的な、町人とか商人的なエイトスに根ざした、まあ私たちは商人の町人の家で育ったんですと、その子供に武器を持たせて戦場しねえというのはそういった教育はしてませんみたいな。これはね、心情的だし素朴に見えて、まあ、結構強い、強いものがあると思いますよ、僕はね。ただ彼女は後年、太陽戦争でどうだったのか、それは 別問題ですよ。だそういった、まあ、心情的なものってのはないのを馬鹿にしたもんじゃないと思いますよね。で、それはできない。よそなく、これなければ、それはまあ、当時はですね、語り得なかったものじゃないですかね。だからそういった、まあ、心情的なもの、心情主義的なもの、あるいはその本質主義、もう大多数批判が、まあ、左翼あるいはその合理主義的に言っても、罪とか批判があるのはよくわかります。それはそうだろうとは思うけれども。ね。最近で言えば、その、なんだ、震災、原発事故以降の田原町の愚かなる母はこうだけで日へ日へと逃げ延びいく、何を言えても私はそうするんですみたいな、そういったまあ情念とか意思を示した短歌が、まあ、反被爆系の人からは称賛される一方で、他方冷めた目からは何言ってんだこいつバカ、本当バカだなみたいな、愚かだなみたいな割り切り方もされてしまうという、そういう両義性ですけれどもね。私は当たり前だけど、まあ、できるだけ合理的だった方がいいと思うんですよ。いいと思うけれども、人間は別に機械じゃないからですね、心情とか気持ちもありますから。逆に言うとね、まあよその愛子だったら、君死にたまことはなかれとか、あるいはその、最近のタワーの町だったらそういうものとか、そういったものをですね、まあ、ある程度、まあ、自覚的にというか、まあ、理性的にまあ相対化するのは難しいことだろうとは思いますけれどもね。だってそれはまあ、俺はだから、まあ、よくそういうこと言いますけど、まあ、命とかいうのはもとのマシコあるなっていうかね、そういうことも誰も反対できないから、だってその命が大事じゃないっていうことは普通言えませんから、だからそれ命が大事でしょ、お金よりもと言われると、普通反論できないことになって、反論できないんですよ。できないけれども、まあ、まあ、少し考えてみれば分かるように、まあ、普通お金がなかったら今の中でも生きられないっていうことね。よっぽどないか、まあ、コネとかないか、あるんだって別だけど、それなければ生きられないっていう、そういうことですね。そう思わないか。だからまあはあ、生命とか命が大事なのか、それとも
金なのかというような突きつけとかよくされるけれども、まあ、それはでも、まあまあ、死にたくないのは確かだけれども、だけど、まあ、そういえば僕の場合、あ、これあれかこれかということはないんだってさ、ね、まあ、それこそ自給自足とか別に金とか、まあ、金がなくても物とかないか、そういったものが あり余ってるのは別だけど、そうじゃないんだったら、うん、まあ、お金とかも経済に限らず、まあ、そういった物質的な条件っていうのは、まあ、生存のための、まあ、やむを得ないインフラっていうか、それがなければ嫌いない条件じゃないかな、じゃないですか。そう考えると別にそれは対立と同じじゃないかと思うけどもね。まあ、つまんない収集的なこと言ってますけれども、そうじゃありませんか。
か。1, 2, 3, 4 3, 4